山ヒルインタビューしたいと思います。猪野さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はいはい、あ、すいませんね。はい、今の気持ちを。いや、普通に嬉しいです。普通に嬉しい、普通に嬉しいそうです。ということで、はい、決勝戦の前、準決勝とかでね、結構苦しんでました。決勝戦、どうやって6本拾いました？釣り方は、はい、ジキルイジュニアの、ジキルジュニア、はい、ボトムまで沈めて、うん、ゆっくり巻いてくるんですけど、それをライン、糸をクロロでやってたのをピーにしたら、うん、当たりが結構、いい当たりが出て、おそれをかけに行って、釣れた感じ。おー、なるほど。要は線形が細い、はい、糸に変えて、ゆっくり巻いてで、フロロだと当たりが出なかったんですけど、うん、ピーにしたら出たんで、糸だったのかなと。はい、ラインのバランスがちょうどあったと、はい、いうことですかね。はい、皆さん、今後の釣りに参加していただきたいと思います。おめでとうございます。はい、お疲れ様、祈り屋さんでした。